主はなるみおばあちゃんですよ。スネーク恋愛相談室の時間です。皆様、何か恋愛に悩み事があるんじゃないですか。悩み事はスネークちゃんに聞いてみましょう。これからですね、赤、白、青、どれか好きな色を選んでください。そしてそこから出てくるスネークちゃんに、あなたにぴったりの恋愛のアドバイスをいただきましょうね。さあ、じゃあ早速読んでみますよ。あ、そうそうそう、まずはね、シンキングタイムですよ。シンキングタイム。 I can speak English a little ね。シンキングタイム。 Red or white or blue? Do you like? どれが好きですか？もう決めたかな？こういうのはね、直感ですよ。直感で決めてくださいね。迷ったらダメ、迷ったらダメよ。どれ？うん、そう、あなたの心に決めたままでいいですよ。じゃあね、まずは赤と思った方、見てみましょう。あれ？あ、青から出てきたね。ごめんなさいね、ミステイクね。ごめんなさい、青から出てきましたよ。じゃあどうしようか。じゃあもう一回仕切り直して、もう一回いきますよ。赤いスネークちゃん出ました。さあ、赤いスネークがいいと思った方、スネークちゃんからのお言葉をいただきますよ。なになに？わかりました。スネークちゃんからのお言葉をお伝えします。あなたはゴールドのものを身につけるととても美しく見えるそうです。あなたにはゴールドが似合うっておっしゃってますよ。見てください、このレッドスネークちゃんのお目目、王冠が輝いていますよ。あなたは金運にも恵まれる玉の輿になれるって言われていますね。あとこのね、素敵なネクタイ、これね、ミナリストのね、素敵なネクタイしてますよ。何かブランド品を首元に巻くといいんじゃないのって言ってます。ありがとうね。はい、レッドスネークちゃんからのお言葉でした。では次はですね、ブルースネークちゃんからのお言葉をいただきたいと思います。読んでみましょう。出ました、ブルースネークちゃんです。ブルースネークちゃん、相変わらずこのおしゃれです。スパンコール、スワロフスキーが輝いていますね。ブルースネークちゃんのお言葉をお伝えします。なになに？わかりました。ブルースネークちゃんは、あなたは目力を大切にすればいいっておっしゃっています。見てください、こちらブルースネークちゃんのね、つぶらなお目目、こちらをね、目力を大切にするといいですよ。カラコンもいいですね。私も入れてますよ。ね、年取ったらね、目力弱くなるからカラコンはとても有効ですよ。はい、じゃあね、今から3秒間、ブルースネークちゃんの目力をあなたに授けます。いきますよ、スネークちゃん。はい、この位置ね、せーの、3、2、1、 OK。 これであなたにブルースネークちゃんの目力を授かりました。ありがとうございました。じゃあまたね。ブルースネークちゃんのお言葉いかがでしょうか。さあ、
後にホワイト白を選んだあなたへのお告げをお届けしたいと思います。ホワイトスネークちゃん呼びますね。出ました、ホワイトスネークちゃんです。ホワイトスネークちゃん今そっち行くわね。ホワイトスネークちゃん、なになに、皆様へのお言葉を今通訳してます。ヘビ語から日本語に通訳してます。わかりました。あなたには美白が必要です。美白を頑張ってる方はますます美白してください。そしてね、どこか女子力アップのリボンをこちら見てください。このキラキラのリボン、ここにもリボン、ここにもリボン。女の子はリボンでますます美しく見える。おー素敵素敵。エビゾっております、エビゾっております、ローリングしております。素敵にこういうね、品も大事ですよっておっしゃる。女の子はね、品も大事です。美白と品とリボンね、こういうところを強調していただくときっとうまくいくでしょうとおっしゃってます。ありがとうね。はーい、皆様、スネークちゃんからのお言葉いかがでしたでしょうか。スネークちゃんのお言葉、当たるも発見、当たらぬも発見、でも信じる者は救われる。皆様、スネークちゃんたちのお言葉を心にね、しっかりと留めていただいて、これからも恋愛頑張ってください。ではまたね、さようなら、ごきげんよう。お疲れ様でした。Thank you.